そう、誤嚥されるのが一番困るんでね。だから呼吸のは一応気にしながらね、口からちょっと入れてもぐもぐしてくれたらまたやってと。だけどそんな強制的なことをさ、3分5分ですよ、それでも嫌じゃないですか。食べたくないのに口から入れられたら。そう、でも幸いなんか入れればなんとか。ただ今は顔が変で出てたからいいけど、もう完全に怒っちゃうとさ、ね、もう丸まったらもう、だから昨日の3回目がもう全然やれんかったのは、そう、それなんですよね。1回目2回目まだ顔が出てたから ね、やれるんですけどね。じゃあちょっとここで、まあ今やったのはこれぐらい、ちょっと書き方が縦に書いちゃったから良くないんですけど、19時15分ぐらいね、終わったのが。これ横に書いた方がいいね、どっちかと。はい、そんな感じで。ちょっと1日2回とかって分けなくても、うん、あとやれるんであれば、そうそう、3回4回3回でも4回でも、そういうことですよ。じゃあ明日は折れるけど、明後日は分からん。その間に角度がね、ちょっとで、もしこれがやれるんだったら薬をやった方がいい。はい、今は持ってきてないですね、薬。持ってきてないですね、はい、だから一応今度からやる食うときは一応持ってきてください。もしここで食べれるんだったらそこに薬混ぜてやれば1回は。今日今先生でも打ってくれますかね。うん、打ちましたけど、飲んでもらえるんだったら飲んでもらった方がいい。まだ追加しても大丈夫ですか。はい、はい、大丈夫です。あの注射にない成分も薬には入ってるんで。はい、はい、だから薬、飲み薬にない成分が注射にもあるんですけどね。全部丸切りしても大丈夫です。大丈夫です。じゃあそれこそ最初 1g ぐらいに薬混ぜておいて、最初食べさせて、そう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 、あとはご飯でやろう。そしたら薬を入りますね。はい、そうです。だけどまずはこれを食べるかどうかは、最初 1g 1cc で試さないね。 1cc で食べるんだったら 1cc ちょっと急いで作ってやるところですね。今日はそれで一応朝やったんです。うん、うん、なんとか食べてはくれたので、ただあの嫌だ嫌だっていうあの甘えがあるので、うん、まあ、甘えじゃなくて嫌ですよ、やっぱり。そうですよね。でもここであの先生と長さんにやってもらえるとどうだか違うじゃないですか。まあ確かにね。はい、すいません、ちょっとご心配おかけします。大変だと思うんですよ。じゃあこれね、つけながらね。じゃあもし明日来てもらえるんだったら、じゃああの午前中ね、11時前後ぐらいにじゃあ来てください。これそうでしたらね。はい、じゃあちょっともうしばらく吸入しますんで、じゃあ待ち合いでお待ちください。